中西隆氏は、株式会社アンカー特別顧問。株式会社名実特別顧問。株式会社グッドスマイルパートナーズ投資顧問等を務めている。静岡県静岡市清水区出身。静岡学園高等学校卒業。神奈川大学経済学部貿易学科中退。中学、高校は野球部に所属。大学でも野球部に所属するが、肩の故障により、 早期退部。1985年、大学在学中20歳前で起業。横浜元町、山下公園界隈で、オリジナル商品赤い靴グッズを製造販売、成功を収める。その後、1985年に入社した会社で、B、バップハイスクール、湘南爆相続のキャラクターグッズのライセンスを得て、紙面の通販や東映の劇場などで販売し、 大成功を収める。1988年からヨットレースを担当し、国際50フィートヨット協会に出向。ワールドカップ日本大会を1989年、1991年の二度神奈川県三浦市で開催し大会運営を担当。同時期に他国のワールドカップや世界的ヨットレースを転戦。北米カリブ海、 ヨーロッパ諸国を歴訪中、ドイツの宿泊先のホテルで、TV 放送されていたドイツ5番空手バカ1台を偶然見て、将来の夢をアニメ制作者とする。バブル崩壊直後の1993年、モンキーパンチ作品のアシスタントプロデューサーとしてアニメ修行。1995年、株式会社ピクチャーマジックを設立、代表取締役に就任。 2004年、上尺 G にアニメスタジオを設ける。2006年、文化放送、ドアンゴに次ぐ、第3位株主として、ピクチャーマジックが出資し、株式会社 AG1 を設立。2007年、AG1 代表取締役に就任。2008年、ピクチャーマジックを AG1 の完全子会社とし、株式交換で、個人として AG1 の第3位株主となる。 2010年、株式会社ドワンゴプランニングデベロップメント代表取締役を兼任。ドワンゴクリエイティブスクール及び兄様事業を AG1 に吸収合併。2011年、AG1 が 5PB と対等合併し、明治スに社名変更、副社長に就任。株式会社エクストルを設立。2012年、ピクチャーマジックを解散、明治ス。 副社長を退任。2013年、平滑筋肉腫を患い余命数年を覚悟も、2018年、寛会。2017年、株式会社エクストルの株式の90%を、株式会社、エーベックスピクチャーズに売却。2019年、株式会社アンカー特別顧問、株式会社メジス特別顧問、株式会社グッドスマイルパートナーズ投資顧問。 ありがとうございます。